今横浜ベイブリッジの一般道を渡ってるところですね。まあ、音聞いても分かるようにディーゼルなんでハイエース乗ってます。これから京都行くんですけど、まあどうですかね明日の8時半以降、あの朝のね8時半以降に届ければいいんで、まあ、そんなに急ぐあれじゃないんですよ。今何時？今4時なんですけど、16時ですね。なんで一般道でずっと行くんですけど、だいたい500、江東区からだったから520キロぐらいかな。で、時間がね、今からにして10時間半ですね。全然なんか楽勝ですね。この間山口まで行ってきたんでね、山口県まで。その時19時間半かかったんで、まあそれに比べたら半分だなって感じで。まあそんな感じで行こうと思います。まあ京都だからね、大阪の手前っていうのもあるし、手前って言ったらいいのかな。まあなんとも言えないけど、まあ近いっちゃ近いけどね。まあそんな感じで行こうと思ってます。でこれから1号線で行こうと思ったんだけど、なんかこっちの方がね空いてるっぽいんで。134号線の方、朝比奈通ってたかな、多分そっちの方らへん、とにかく峠通って鎌倉が大船の方抜けていくんじゃないかなっていうルートですね、はい、いやーこれから大雨なんだよね。今屋根があるからいいんだけど屋根が西からねすごい大雨が迫ってきてるんですよ。で東京もね、確か何時だったかな、16時、まあそろそろね、そろそろ今ぐらいの16時ぐらいの時間からなんか雨降り出しますっていう予報だったんですけど、で夜中になるとなんかすごい大雨になるエリアっていうのかなに入る感じだったんですよね。だからそれをまあどこで食らうかですよね西に行くときに、環状2号線入る感じですね。まあ雨がね一瞬パラッと入りましたけど、まあまだ屋根があるんで。環状3号線ってこれ確か新しくというか1号線につながったんですよね。ああやっぱトンネルなんだね。この辺もなんかだいぶ家とかあったような感じだったみたいですけど、立ち退きだったんですかね。まあそのおかげあってこうやってスムーズに通れるようになったわけですからね、感謝ですよね。でまた1号線ここに着くという感じですね。すっかハマるみたいなそういう流れ、ね、なんでこっち選んだ、さっき朝比奈の行くって言ってたんだけど、なぎですね一方磯町に入りました。さあ、大磯の波はどんな感じでしょうか。新庄バイパスってどっかまで多分だよね、確か途中で降りればいいね。どこだったっけ、二宮だね。まあいいや、次のインターで降りる。見えますでしょうか。雨で見えますね。おお、そこそこある。
腹腰ぐらい、腹腰もうちょっとあるかな、胸ぐらいあるかな、結構ありますね。いいなぁ。なんか知んないけど246行け246行けって言ってんだよねナビちゃんがね。毎回そうなんだけど、一般道でピックオープンすると大体246で行けって言うんですよね。で都内から西の方に選択しても大体246行けって言うんですよ。なんでやねんっていう、まあそなんだろう、混んでないとかっていうのがあると思うんですけど、どうなのかな、そっちの方が早いのかな、距離的なもんかな。僕はあれなんですよね、箱根の振動通ってた方が早いんじゃねえのかなって毎回思うんですけど、まあいいや、とりあえず片道だけ高速乗れるんだよねまあ基本的に乗れるんだけど、あの小田原までバイパスで行っちゃいますか。まだここ工事やってるんで、この間山口まで行った時はそう同じ段でこれ通って早川まで乗って、んで箱根新道通ってひたすら1号線を行って浜松で給油して、まあ K だったんでね、浜松で給油して、で音羽川間通りで乗って、そっからもうね時間がちょっとね間に合わなくなっちゃっていい加減ちょっと下じゃこれ間に合わねえなって話になって、でどこだっけな、岡山の先だったか、浜島ちょっと言い方がないけど、そこまで乗ったんです。でそっからひたすら2号線だったかな、ちょっと何号線だか県道だったか忘れたけど、まあ、とにかく西にずっと向かってって海沿いはね、いやあそこの瀬戸内海沿いの道はすごかったな、広島ぐらいまでだったかな。うん、まあね、ところどころ見えなくなる、海見えなくなるとかあったけど、ほぼほぼ見えてて、なんかすごいとこだったな、なんかこう港町みたいな感じで、あれは良かった。初めてだからね、岩国までは行ったことあるんですけど、岩国の先行ったことなかったから、まあ遠かったそんだけ高速使っても、まあ途中で2回ぐらい休んだけど、19時間半かかったんですよね。前日の夕方6時に出発して、まあ東京ですよね、まあ、大田区ぐらいとして、うん、その辺からずっとひたすら走って、まあ休み3回ぐらい休んだかな。1時の約束だったんで、ロマンスカーじゃなかった、2、3週間ぐらい前にこの湯本を来たんですよね、箱根湯本ね。で、あれ何曜日だったかな、土曜日、あ、もう金曜日だ、なんかゴールデンウィーク前の金曜日だった気がするな。めっちゃ混んでたんですよね。で、箱根湯本の駅の手前ぐらいに橋があって、それを左に曲がって、こっちから行くとね、左に曲がっていくと、なんていうんだろう、ちょっとホテル街っていうのかな、あの温泉宿街の方に抜けていくんですよね。でその道に行けたからいいものの、うん、そのまままっすぐ駅の方に向かっちゃったらね、もう多分そのうち日のうちに帰れなかったんじゃねえかってぐらいめちゃめちゃ渋滞してて、うん、あれやばかったですね。あの普段渋滞情報の渋滞してるよっていうのは黄色とかオレンジとか赤とかってなるじゃないですか、あれがね、黒だったからねこんな色あるんかいっていうぐらいの色で、もうほぼ、あ、まあ、黒は言い過ぎだね、ちょっと焦げ茶ぐらいの色でしたけど、うん、
久しぶりに見ましたね、やばいやつ。でそこの橋渡って、でまあちょうどなんか並行して走ってるような感じになるのかな、その駅の方に行く道とね。でその道をひたすら走って、まあ登って、で名前ちょっと忘れちゃったけど、なんとかホテルっていうのに届けたんですよ、荷物をね。で帰りもまた同じ道で帰ってきたんで、まあ渋滞はなかったんだけど、まあ駅の方はちょっと行けなかったよね、あれはね。やばかったですよ。ハイエースだと燃料がたくさん詰めるからいいよね。エブリーの17番だと37リッターしか入んないのかな、確か40リッター入んないんで、ね、で岩国じゃない、山口まで行くとね、やっぱり1回じゃちょっと厳しかったですね。1回9じゃ浜松、あの満タンで行って浜松で、どれぐらいだったかな、半分ちょい切ってたかもしれないけど、確かそれぐらいで、で満タンにして、で山口まで持たなかったですね。どこだったっけな、倉敷かどっかでもう一回入れたんですよ、満タン。まあその時もどれぐらいだったかな、まあそんなに、まあ、ギリギリじゃなかったですよね。3分の1ぐらいは残ってたような気がする。でもちょっとこのままじゃつかないなって感じだったんで、一応倉敷で満タンにしたんですよ。その時のね、値段がね、だいたいね、レギュラー170円ぐらいだったんだけど、倉敷だけね、なんか152円だったかな、154円だ。え、そんな違うの。で他行ったらもう160いくらとかね、なんかもう地域限定みたいな感じのところで、あれ、なんだったっけな、 JASS だったかな、まあ、そんなようなやつでしたけど、なかなか安かったですよね。もういい加減レギュラーでいいやと思ってレギュラーやりましたけどね、さすがに。まあだいたいこの車どうだろうな、3000あるから、 3000cc あるから、どうだろうな、リッター10ぐらいは走ればいいなっていう感じだと思うんですけどね。60リッターは確かありますよね、ハイエースってね。65でしたっけ、ちょっとはっきり言うとうる覚えなんだけど。ってことはリッター10にしても600キロは走れるわけですよね。まあ大阪は行けますよね、確か大阪までね、給油しないで行ったような気がするんですよ。まあリッター10ってことはないと思うから、まあ最悪最低10ぐらいとしてって考えたというところですね。はい、ではもう間もなくですね、富士のポイント、まあ東京側からっていう逆バージョンですけどね、逆バージョンかつ自分の車じゃないっていうね、はい、そんな感じなんですけど、もう間もなくですね、次の交差点というかでっかい交差点越えて、まあもう見えなくもないんだけど、まあ夜だから見えないっていうのもあるんだけどね、多分新幹線の光がバーって走れば映るんじゃないかなっていうぐらいのレベルですね。ちょっとワイドにしよう、ワイドじゃねえ、ズームしといた方がいい。あ、来た適当にいじってるうちにみんな来ちゃった、やべえ。あー、入っちゃったな。見えにくいとこだ。うわー、残念。うわー、そんなもんだよねっていう話でね、いつもね。今ちょうど並行してるぐらい。あー、反対来た。うわもうダメだね、もう希望がもうなくなりました。この時点でいくらここでゆっくり走って次の小玉か何かをね待ってたとしても、逆に下り線が小玉で新富士で止まって、後ろからのぞみとかがぶち抜いていく感じっていうのを想定するとすればで、ね、
荒れますが、うん、それがね、どれぐらいの感覚でぶち抜いていくかっていう感覚で、2、3分の感覚だったら紙一重で見えるかもしれないけど、ちょっともう無理ですね。厳しいな。まあ雨で夜っていうのもあったから、ちょっと見えにくい感じだったかな。残念ですね。まあちょっと帰りね、またこの道通るかわかんないんで、もしかしたら中央道行っちゃうかもしれない。残念。ということで、今回も、今回もというかね、今回はかな。今回はちょっとね、一応撮れましたけど、まあちょっと残念な映像でした。嘘。やっぱそういうパターンじゃん。うわー、もうあと少し高速走ってれば、まあぶち抜かれるってことはなかったけど、また向こうから正面から上り線が来ましたね。うわー、そうですかそうですかって感じ。パターン的には、新富士に、上り線の小玉が止まってて、でさっき見えたのが多分のぞみか光か、光わかんない、のぞみかな、でまあ抜きました、そんで新富士出発しましたっていうのが今見えたんじゃないかっていう予測。まあ鉄基地の方にとってみればそんなの分かるよっていうことだと思うんですけど、まあ一応多分そんなんじゃないかなっていう想像で話しております。また後ろからぶち抜かれてるんですよ真横飛んないともう無理だな、この時点だと。この時点だとね、ちょっともうということでした